フラレールトーマス。今回のお話は、ソドー島の深い山の中にあるとってもスリリングな山、ドキドキマウンテンのお話だよ。トーマスの仲間たちと働く楽しい貨車もたくさん登場するよ。フラレールトーマス、トーマスとパーシーの大冒険。見て見て、たくさんの機関車たちが働いているよ。ここは機関車が貨車などを連結する操車場だよ。トーマスの仲間たちがいろいろな貨車を引いているね。みんな忙しそうだね。ミルクを積んでいる貨車や、ダイナマイトを積んでいる貨車。気をつけて運搬お願いします。すごいぞ、恐竜の骨を積んでいるよ。口がパクパクしてる、生きてるのかな。まさか。ケビンを積んでいる貨車もいるね。本当だね。あ、トップハムハット卿がパーシーと一緒にやってきたよ。なんだかトーマスに話があるみたいだぞ。トーマスの前に立ったトップハムハット卿は、トーマスとパーシーにソドー島の最南端にある荷物置き場へこの貨車を運び、代わりに大切な積み荷が入った貨車を夕方までにここに運んできてほしいというお仕事でした。トップハムハット卿から特別なお仕事をもらって、トーマスもパーシーもとっても嬉しそう。早速出発するみたいだね。頑張れトーマス、パーシー。トーマスたちを見送ったトップハムハット卿はみんなに向かいこう言いました。よし、トーマスが戻ってくる前にみんなで準備を始めるぞ。みんなは大きな声で、はいと言いました。え、準備って何の準備だろう。なんだろうね。その頃、トーマスたちは町を抜け、海岸線を走り、深い森の中を駆け抜けていきます。トーマス、パーシー、頑張って。最南端にある荷物置き場は遠いからね。あ、危ない。トーマスたちの進む線路の先には、なんとジェームスが脱線をしていました。大変だ、ジェームス大丈夫かな。レスキューチームのロッキーが来たよ。これで一安心だね。こうしてロッキーの活躍で、なんとかジェームスはレールの上に戻ることができました。しかし、だいぶ時間をロスしちゃったね。トーマスたち間に合うかな。急げトーマス。夕方までに町に戻らなければならないトーマスたちは困り果ててしまいました。そんなトーマスたちに近寄る一台のディーゼル機関車がいました。そう、ディーゼル10です。ディーゼル10はトーマスたちに、最南端の荷物置き場までの近道を教えてやろうかと言いました。森の中を少し進んだ分岐を右の方向に進めば、荷物置き場に早くたどり着けるぞというのです。それを聞いたトーマスたちは大喜びで森へと向かいました。なんか怪しいね。怪しい。そっちに行ったらダメよトーマス、パーシー。ディーゼル10の罠に決まってるぞ。やった。お、あれはなんだ。うわー、大きな山。ゴッゴートーマス、ドキドキマウンテ
然大きな山からガタガタビューン、勇気を出してガタガタビューン、ドキドキ満点でアクセス。トーマスたちはそびえ立つドキドキマウンテンの迫力に震え上がってしまいました。しかしトーマスは勇気を振り絞り、パーシーに僕が先に行ってくるよと言い走り出します。トーマス、勇気全開！頑張れ、トーマス！わっ、トーマスがぐらぐら揺れてる！頂上に到着だ！見て！線路の先がないぞ！どうしよう！勇気を出して行くしかないよ！トーマス、なんだか楽しそう。本当だ、怖くなかったのかな。ジェットコースターみたいで楽しかったのかもね。それを見ていたパーシーも勇気を振り絞り、ドキドキマウンテンに挑戦です。そんな、パーシーはダイナマイトを積んでるんだよ。大丈夫大丈夫、レッツゴー。ジェームスの脱線事故で足止めをされたトーマスたちは、ドキドキマウンテンを通ったおかげで時間通りに到着しました。トーマスたちは運んできた荷物を下ろし、町まで運ぶ貨車を連結して急いで荷物置き場を後にします。急げトーマス、パーシー。こうして約束の時間に間に合いそうなトーマスとパーシー、仲間たちが待つ操車場はすぐそこです。あれ、トーマスたちが何かに驚いているみたい。ねえ、あれを見て。トップハムハット卿が親友同士のトーマスとパーシーにベストフレンド賞のサプライズパーティーを開いてくれました。そっか、トーマスが運んできたのはトーマスたちへのサプライズケーキだったんだ。素敵な仲間たちにお祝いしてもらって、トーマスとパーシーはとっても嬉しそうだね。トーマス、パーシー、ベストフレンド、おめでとう。このお話に登場したプラレールトーマスは、トーマス、パーシー、ジェームス、ミア、ロッキー、ドキドキマウンテンデラックス、恐竜の骨運搬貨車、ガタガタダイナマイト貨車、黄色のミルクタンク貨車、マルタ運搬貨車でした。